こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー112です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。ABC の順番で紹介します。ABC すべてサタケガラスのソーダガラスで作りました。E28 のガラス棒を粉にして使用します。 A で使用した粉は風船から作ったものです。B と C で使用した粉は水で割って作ったものです。ガラスの粉の作り方は動画41、42、111で紹介しています。改めまして A からスタートします。先ほども言いましたが、サタケガラスのソーダガラスのみ使用します。E28 淡い白は粉の状態で使用します。 千枚同士にローを塗っておきます。E28 淡い白の粉を茶こしに入れて鉄板の上に振りかけます。ABC すべてこのバーナーを使用します。4ミリステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。粉の上に落としたところでタイマーがスタートします。 ニッパーで切り落としたら、左官ご手で押して円盤を作ります。ステンレス棒に残ったガラスを減らして円盤に接続します。ガラスを粉の上に落としてから約35秒でガラスを炎の中に戻しました。全体を温めます。こんな感じでガラスの粉がついています。粉を溶かします。 粉が溶けました。中心のズレを直します。冷たいピンセットでガラスを触ると割れる可能性があるのでピンセットを温めます。中心を柔らかくして位置を調整します。中心を合わせました。G36 無色透明で点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。 円盤全体を温めながら作業を進めます。全体を温めてから二つ目の点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。4箇所に点をつけました。先ほどより大きな点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。 大きな点を4箇所につけました。大きな点に少し重ねるように点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。大きな点の両端に点をつけました。映像のように点をつけました。 重なっている部分を赤線で示しています。この状態で溶かします。基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かしています。円盤が徐々に小さくなっていきます。4分ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。 淡い白をデザインカッターで中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取ります。E7、濃い紫透明をつけます。左官ご手で整えます。後ろ側にガラス棒を接続したら、 ステンレス棒を外します斜め上に向けながら溶かすとガラスが広がって平らになっていきます時々炎の外に出しながら溶かしますだいぶ平らになりました正面から見てどこを下にするか決めたら下になる部分にガラス棒を接続します 後ろ側のガラス棒を外します。残ったガラスを取り除きます。紐を通す穴を作ります。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。ガラスを追加します。 ニッパーで切ったらガラスを伸ばして先端を接触させます。少し溶かしたら千枚通しで穴を整えます。最初にお伝えしましたが千枚通しにはロウが塗ってあります。 冷たいピンセットでガラスを触ると割れる可能性があるのでピンセットを温めます。ピンセットを穴でつまんだところからタイマーがスタートします。つまみました。ガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。取り除いた部分を溶かして整えます。 40秒で炎から出して、52秒でパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出します。完成品です。今回は風船で作った粉を使用しました。風船で作る粉、水で割って作る粉、ガラスの粉の作り方は動画41-42 111で紹介しています。ガラスを重ねた部分を赤線で示しています。寸法です。次は B です。A と同じガラスを使用しますが E28 の粉は水で割って作ったものです。A の時より粒子が少し大きいです。 4mm ステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。粉の上に落としたところでタイマーがスタートします。ニッパーで切り落としたら左官後手で押して円盤を作ります。ステンレス棒に残ったガラスを減らして円盤に接続します。ガラスを粉の上に落としてから約39秒でガラスを 炎の中に戻しました。こんな感じでガラスの粉がついています。粉を溶かします。粉が溶けました。G36 無色透明で点をつけます。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。画像のように点をつけました。この状態で溶かします。基本的に回転させながら水平で溶かします。 右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かします。円盤が徐々に小さくなっていきます。5分ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官後手で押します。淡い白をデザインカッターで中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取ります。 E7、濃い紫透明をつけます。左官後手で整えます。紐を通す穴が出来上がったところからです。ピンセットを温めます。ピンセットで穴をつまんだところでタイマーがスタートします。つまみました。ガラス棒を溶かして切り離します。 残ったガラスを取り除きます。取り除いた部分を溶かして整えます。44秒で炎から出して、58秒でパーライトに埋めます。2時間後、パーライトから取り出します。完成品です。泡々の花びらができました。 風船で作る粉、水で割って作る粉、ガラスの粉の作り方は動画41、42、111で紹介しています。寸法です。次は C です。B と同じく E28 の粉は水で割って作ったものを使用します。 4ミ、mm、リステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。粉の上に落としたところでタイマーがスタートします。ニッパーで切り落としたら左官後手で押して円盤を作ります。ステンレス棒に残ったガラスを減らして円盤に接続します。ガラスを粉の上に落としてから、 約35秒でガラスを炎の中に戻しました。こんな感じでガラスの粉がついています。中心のズレを直します。冷たいピンセットでガラスを触ると割れる可能性があるので、ピンセットを温めてから円盤を触ります。ステンレス棒と円盤の接続部を温めています。位置を調整します。中心のズレが直りました。 粉を溶かします。粉が溶けました。E11、濃い青透明で点をつけます。ポチッとつけたら、引き伸ばして炎で切ります。4箇所に点をつけました。E32、ラベンダーを青い点に少し重ねるように点打ちします。ポチッとつけたら、 引き伸ばして炎で切ります。青い点に少し重ねるように点打ちします。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。画像のように点をつけました。重なっている部分を赤線で示しています。この状態で溶かします。基本的に回転させながら水平で溶かします。 右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かします。円盤が徐々に小さくなっていきます。6分30秒ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。B の時と同じです。泡わになっています。左官後手で押します。デザインカッターで中心へ集めます。 集めたガラスをピンセットで取ります。後ろ側に E28 淡い白をつけます。左官後手で整えます。紐を通す穴を作ります。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。ガラスを追加します。 ニッパーで切ったらガラスを伸ばして先端を接触させます。少し溶かしたら千枚通しで穴を整えます。最初にお伝えしましたが千枚通しにはロウが塗ってあります。 冷たいピンセットでガラスを触ると、割れる可能性があるので、ピンセットを温めます。ピンセットで穴をつまんだところから、タイマーがスタートします。つまみました。ガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。取り除いた部分を溶かして整えます。 44秒で炎から出して63秒でパワーライトに入れます2時間後パワーライトから取り出します寸法です完成品です ガラスが重なっている部分を赤線で示しています。ガラスの粉の作り方は動画41、42、111で紹介しています。改めまして、A は風船から作った粉、B と C は水で割って作った粉を使用しました。 最後にもう一度お伝えします。風船で作る粉、水で割って作る粉、ガラスの粉の作り方は動画41、42、111で紹介しています。これで動画ナンバー112を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。